はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、今日はね、ちょっと面白い切符を見つけたんでね、そういうの紹介をしてみようというわけでございます。本当はね、先週、えー、やってみようと思ってたんですけど、ちょっとすみません。ちょっとこっちの用事が、えー、できてしまった兼ね合いで、休与ができてしまって、えー、更新ができなかったんでね。 えー、本当ならね、先週買って、それを使って、ちょっと一企画とかっていうのも考えてたんですけど、えー、ちょっと、プランを考え直しますが、えー、ひとまず、ちょっと、早めにね、紹介した方がいいなと思ったら、ね、3月中使えるやつになってますんでね、えー、案内しておこうというわけでございます。何かちょっと、伊勢鉄道さんですね、えっ、ー、と、三重県四日市市の河原田,田から、えっ、ー、と、通ですね、通駅までの間を盗んでる、 えー、路線なんですけど、第三セクターですね、えー、なんですけどね、えー、ここのところがね、かなりお得な切符を出しましたということで、えー、その名もですね、どっちノりノり伊勢鉄切符という切符を発売しましたよということなんですね。まあ、これ、えっ、ー、と、前も1月だったかな、に、年末年始だったかに確か出してたと思うんですけど、この同じような切符を、えー。その時はね、ちょっと、えー、使うタイミングが、他の、えー、撮影の予定がね、あの、 あっち行ったりね、仙崎とか、えー、長津の方行ったりとか、そういったのが入っておったんで、あ、これちょっと使える機会がないなということだったんで、ちょっと、えー、前回は使えてなかったんですけど、今回はね、えー、ちょっと使うタイミングがあるなと思ってたんですけど、ちょっと、え給、ー、与がボタンボタンボタっと入っておったりするので、えー、あれですけど、いや、一回はちょっとね、使いに行きたいなと思ってますんで、でこれは、ね、これね、一回も全然元が取れちゃいますんでね、えー、何かというと、この、 記事を読みんでみましょうか。えっ、ー、と、2023年3月の、えー、土曜休日と3月27日、これが伊勢鉄道の開業記念日だしです。全部に、えー、伊勢鉄道が乗り放題となる、えぇ、ー、どっち乗り乗り伊勢鉄切符を2月22日から発売します。ということで、もうすでに発売になっております。えー、大人1枚1000円、えー、子供、えー、小学生1枚500円ということですね。で、また、 え、ご評、ご評いただいております、ライドバンというのがあるということで、いわゆる、えっ、ー、と、モバイル乗車券ですね、というのがあるということなんですね。そう、これね、なん、これがね、便利っていうのがね、どういうことかというと、えっ、ー、と、簡単にね、この伊勢鉄道の、路線図あるか、路線図見た方が早いか、時刻表で見たらわかる。 えー、各駅の時刻表であります。まあ、駅がずらっとありますけど、えー、河原田駅からスタートして、これがもう四日市の一番南の端っこの方なんですよ。もう河原田の前にある川があって、鈴鹿川っていうんですけど、このもう本当に、えー、駅前、駅のちょっと行ったところにある川を渡るともう鈴鹿市っていうところで。で、その先に鈴鹿駅があって、まあ、鈴鹿崎というの駅、玉垣駅、ま、鈴鹿崎というの駅、このあたりが、えっ、ー、と、鈴鹿の、 北側からまあ中心。えっ、ー、と、中心は鈴鹿駅のあたりか、えー、になってね、っていうところから、ずっと南に下ってて、まに、あ、中瀬ここ伊勢上のあたりとかは、あまり、あれですけどね、そんなにないところなんですけど、あとは、えっと、川上から行って、東新年の、えー、このあたりは、ちらっと一回、うちの動画でも見たことあった、出したことあったっけな。で、通駅っていう感じで、四日市から通の間を、 JR のね、路線だと、亀山とかの方を回って、えー、から行ってってなるんで、相当大回りになるところをショートカットするような形で作られてる。もともと国鉄伊勢線っていう名前だった、えー、ところですね。そこが、えっ、ー、と、経営分離されて伊勢鉄道線というふうになったという。まあ、あれ JR で残しとけば、相当、えー 近鉄との競争もね、えー、だいぶ楽だったんじゃないかな、なんてね、言われることもあったりするんですけど、えー、結果的には、まあ、えー、まあ、同じところをね、ですから、こっちの方のがバチバチ、えーと、近鉄とは競合にはなっているところではあります。まあ、変わらながね、ちょっと離れてる、えー、ところがあります。鈴鹿駅はね、えーっと、どこだったっけ柳駅だったっけな。 ええと、近くに駅があるのあります。この鈴鹿駅のあたりはね、ええー、とあの、鈴鹿線が走ってますんでね、近鉄の。え大、ー、川はね、通駅に行くまで、そこまでかぶ、どっかぶりはしてないですね。これ伊勢上野って、あの、豊津上野駅ってね、あの、近鉄にもありますから、全然場所違いますからね、えー、とかって。一回それ、あ、それも間違えてしまってもいいのか、えー、よくない。<laughs> それはなかなか大変だ。えー、ですけどね、えー。っていうような感じになっておったりするというところなんですね。うん。でいうところを走ってます。で、えー、これね、そのライドバーがどうしてその電子チケットがおそ、えー、便利かというと、これ、まあ、もちろん、あの、買えるんですよ。あの、実物のチケットも買うことができてなんですけど、あ、その前にあれか。えっ、ー、と、 利用いただける人がか、これだよちょっと説明しておいた方がいいか。結局、これあの、1000円で乗り放題になって、えー、この赤いマーカーついてるとこ、土日と祝日と、月曜、平日ですけど、27日がその、えー、介護記念日ということで、えー、特別に使えるということで、えー、全12345678、10日間使えますよっていう切符になっております。えー、ですのでね、えー、10日間フルで使ったら、1回100円も、 おからさまに安いなっていうのは分かりません、ね。バグってるのは分かりますね。えー、っていうことなんですけど、普通に定期券買けることのがもうお得やないかというぐらいのレベルですね。えー、ですので、これが売ってるんですよ。で、大事なのこれ、えー、えー、っと、 大事なのは、その、売ってる場所なんですよね。いや物理的に買おうとすると、えどこがあるのかというと、鈴鹿駅と玉垣駅と、え見えて出すオンラインショップっていう、オンラインショップがあるんですよ。で、これ、オンラインショップで買うと、ちょっと値段がする。えっ、ー、と、大人1200円、200円プラスになって1万円あたり。で、 えー、送料、大人、この、まあ、これは送料含むか。送料含むで、えっと、プラス200円かかります。まあ、だから送料のこと考えたら全然お得ではあるんですけど、普通にね、えー、買いに行こうと思って、まあ、駅前に住んでる人だったらね、そんな駅に買いに行けばいいんですけど、意外とその、四日市から鈴鹿駅っていうと、ちょっとね、なかなか買いに行こうと思うとね、200円だとガソリン代のが高くなりますからね。 えー、多分ぶん4、500円はかかるようなっていうぐらいはかかりますから、四日市からだとね。まあ私、四日市でも南部の方に住んでるんで、まだちょっとマシな方ですけどね。えー、ということで、えー、見えてらっオンラインショップの購入だと、まあちょっと日付がかかります。送料かかるね。あの発送するのにかかりますからね、ということで。 えー、そういう、えー、ようなね、感じのちょっと縛りがあるんで、っていうのはこれ、あの、鈴鹿駅と玉垣駅しか多分有人駅がないはずなんです。他のところがあの無人駅なもんで、こういうふうになってるということなんだと思います。っていうことなのでね、なかなか、その、いいなと思ってもね、えー、乗りに行くのにつ、通駅で買えないのか。津、えーね、駅で買えるとまでちょっと話が変わってくるんでしょうけど、 これも鈴鹿の人しかね、ちょっとなかなか買う機会がないなって感じになって、四日市の人でもね、一回も買いに行くのがなかなか大変。これ、四日市駅からね、その直通で走ってるんですけど、えー、切符自体はその河原だからしか使えない。その、四日市から河原の間は JR のね、関西線ですからね、ということで使えない。これは仕方ないんですけど、四日市駅とかでの販売はないので、あれ JR の駅なんで、えー、っていうところがあったのっ でなかなか買いに行くね、そのスタートでね、行くのに、4日ってからスタートしようと思っても、1回買いに行かなかんって、鈴鹿まで買いに行かなか、これもまあまあめんどくさいな、ということになってしまいますのでね、なかなか難しかったところで、このライド版というのが出ましたと、出てるというので、えー、これならね、もう私も今から買えるということなので、早速ね、買ってみようと思います。さあ、えー、どんな感じで買えるのかというのをね、ちょっと実際にやってみようと思うんですけど、 でいうことで、まあ、このえっ、ー、と3月4日から3月27日までのその使えるところで全部使いますよということで、えーと、特急列車を除くってなってるんで、多分これ計測見えは大丈夫なのかなえー、っていうことらしいです。えー、で、えっ、ー、と特急列車に乗る場合は、えっ、ー、と別に上特急券、 乗車券が必要になりますってことで、あの、青春18切符みたいな扱いですね、えー。ですから乗車券も必要になります。えー、と、どういう時にこれになるのかというと、えー、と、通、ん通から、えー、と、鈴鹿駅の間だと、えーと、完全に製鉄路線で収まりますからっていうことでしょ。で、えー、のかしくさんの生産が別に必要になる。えー、と、ですから、四日市から通まで、えー 快速面を使うよという場合には、えー、っと、河原田と四日市の間の運賃を別途支払う必要があると、えー、いった感じですね。なるほど。 えそうすると、快速ミには乗れますよということになります。ただ、これ特急南紀はもうまるっと使わないといけませんよってことはねで、これちょっと気をつけないといけませんね。えー、っていうぐらいですけど、まあ、ですから沿線を旅するっていう、ね、ような使い方をするのはもうめちゃくちゃお得ですんで、そういうようなちょっと企画を考えようかなと思っているわけでございますね。じゃあ、早速ね、あ、ちなみにこれ、えー、いやいや、言うてもね、宣言って言っとるけど、 どれぐらい使ったらお得になるのかっていうところをね、ちょっと説明しておきましょうか。えー、っと、運賃どっかに乗ってないかな。ああ、えー、っと、路線図こんな感じですね。えー、っと、そう、亀山、JR だけ行こうとすると、この亀山まで行ってぐるっと追い返さないといけないので、なかなか大変ですよってことですから、ショートカットになりますということですね。 えー、たまに、えー、精神春18切符を使うためでね、ここをね、えー、あえてね、亀山まで行って折り返してっていう、えー、かなりの修行プランをね、組む方もいらっしゃいますけどね。よいしょ。えー、と、あ、運転表がありますね。運転表を見てみましょう。ことで、どんな感じの運転なのかというと、こんな感じです。河原田から、えー、と、通までが片道520円ですと。 えですので、ね、もう、ぶっちゃけ、河原だから通、もう、一回往復すれば元が取れます。一往復すれば元が取れます。これがね、まあ、理論上だと、えっと、何十往復できるのかなっていうことなんで、あの、もう、あの、本当に乗れば乗るほどお得になるという、ただただお得ですよっていう切符ですので、ね、これはね、ぜひね、買ってね、行きたいなというところでございますね。えー、っていう感じかな。 まあこんな感じでね、とにかくお得なんだよね、私もね、ちょっとまたコンシューマーというのも使って、えー、ね、みたいなと思うんで、早速、じゃあ買ってみましょう。えー、買うためには、えっ、ー、とね、一つだけ条件があります。えっ、ー、と、アプリをね、入れないといけませんよ、ということで、えっ、ー、と、ノイノイしてて、ライド版、どっかに出てるかな。ライド版はこっちか。 えー、ライブド版についてはこっちに書いてありますけど、えーなんかえー、スマートフォンで全部購入決済と利用。ですから、こもうモバイルがあの切符代わりになるっていう、完全にペーパーレスです、ね、作られてるらしいです。えー、こんな時は通販で買うのとはちょっと一味違うなってことですね。ですから、あ今日使いたいってなった時にね、えー、もうこの場でね決済済ませて、そのまま使い始めることができるんで、どこからでも、通とか4日てからでもね、うん。 可能なんで、こう、変わらない方からね、これ可能なんで、これは便利だなってことでございますね。で、えっ、ー、と、合わせて利用いただくと、えー、あ、そうか、最初に18切符と併用が可能なので、え快速見えで往復するだけでも元が取れますよっていうのがあったりしますってことですね。えー、で、何度でも使えるというのはもう非常に大きいですね、これが。うん。で、えこ、ー、の色いスライド版は、 どこで買えるのかというと、ライドという、ライドパスというアプリがあるらしいです。で、これが Google プレイ、もうここにリンクがありますんで、えー、またライドパスのリンクも貼っとこうかな。えー、これで飛んでもらうと使えますよということです。で、私もインストールしときましたので、実際にこのアプリを開いてみましょう。よいしょ。 チケットを続々追加やってってこといろんなね、チケット売ってるらしいんですよ。で、えー、会員登録をは、私もね、初めて使うんで、えー、実際に会員登録をしてみようと思います。で、いろいろとあるみたいなんですけど、お得な乗車券って,って結構ね、全国いろんなところが、えっ、ー、と、この近江鉄道なんかもやってるし、まあこれ多分近く出してまし、ね、大井のが大井川とか、えー、もあるし、えー、意外と、えっ、ー、と、 東京観光で使えるような、えー、パスも売ってるらしいです。えっ、ー、と、京都の方とかでもね、スカイホップパスとか売ってるらしいんですけど、あ、ちなみに、えっ、ー、と、三重県、えっ、ー、と、どこの乗車券一覧見れるかなあ、こんな感じで、えー、こっちは地図で見れるんだ。これね、実は、あのー、モバイルアプリじゃなくても、あっちでも決済行為ができるみたいなんです。あのー、パソコン版の方ですね、ブラウザ版の方があって、 えー、そっちでもいろいろとできるみたいなんですけど、そこだと、えっ、ー、と、三重県は中部と近畿って分かれてるんですけど、近畿になってました。えー、中部の方からね、ずーっと探しとったら全然ないない、ないなーとなって、やっぱ近畿の方に入っとった。多分近鉄の影響でしょうね。えー、近畿扱いになってましたよっていうのはありました。で、えー、結構あちこちでね、いろんなお得な切符が売ってるみたいなんですけど、よいしょ。 えー、自転車、タクシーとかもなんかいろいろとあるみたいでここなんか押してみると、地下バスのね、えー、中部国際空港に行けるやつとかももうここで、えー、全部検査ができたりする,するみたいですし、これのこう、えー、と、土日に乗ろう、乗り乗りワンデーパス。ええー、これは配管ですね。はいはいはい。えー、これなんか東海分野の、えー、聖地巡礼とかにも使わるみたいな 1, で、の、え、が、ー、1500円で1日乗車券かな。 そうですね。で、えっ、ー、と、岡崎城とかにも、なんかいろいろ男の特典とかもあったりするらしいんですけど、今回こっちじゃない。よいしょ。えー、これもでも、もう買って、ここで切符にして使えるってことなのかなっていうことなんで、かなり便利ですよね。えー、で、こっちの方は大井川鉄道とかがあったりとか、数字結構中の方に行くとこでは、えっ、ー、と、 結構いろんなえっ、ー、とフリー乗車、伊賀鉄道がいろんなね、あのコラボしたフリー乗車券とかもあるみたい。えー、いろいろあるね。こっちは、えっ、ー、とスカイホップバスとかね。えー、大阪もなんかあるね。あ、半開電車もえー、使えるんだ。1日乗り放題になるやつが、えっ、ー、と、600円。安いなへえとかってのもあります。これは、えっ、ー、と、1日フリー券ですね。なるほど。で、これも、えっ、ー、と、買ったら、そのまんま、 1>, えー、1日間そのまんま使えるのかなっていうことなのでかなり便利ですねえー、とかっていうのがあったりするということでございますねで今回は伊勢鉄道なんでここのところねこのどっちのの伊勢鉄チップを買っていきたいと思いますじゃ実際にこれをね買ってみましょう まあこんな感じで、まあ、ここのところで説明したら早かったね。こんな感じで便利に使えますよということで,で、利用できる区間を4日1からカーラ使えないのはちょっと気をつけないといけませんけど、カーラーダ2の間が使えるのでかなりお得ですよということですね。えー、じゃ実際にこれ購入に進んでみましょう。購入ボタンを押すと、えー、会員登録をしてくださいって出てますね。で、えー、会員登録へ移動しましょう、えー。そうすると私もまだ作ったことがないので、 えー、グーグル、あれできるかな。えっ、ー、と、あ、そうね。やっぱいりますね。1900。1900年かな。うん、またえらいとったよね。1908年、ね。2月8日。 山田良太と会、えー、ってますね。で、えーと、ね、男性で、えーと、あ、これ、なかなか日本探すの大変、一番下か一番下にいるおっと、どこにいる朝鮮民主主義に響きをそんなところまで全部書いてあるんだ。あ,ーんあれ日本どこですかおん どこ、どこ、え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 ノーフォークとニュウエとかあるけど、ニュウエあるのに、おいおいおい、えー、セント・ヴィンセントおよび、えー、グレラディン諸島とか、いや、セルビアとか、いや、もちろんね、いるかもしれないけど、いや、あの、漢字の日本があれ、なくね おまあ、あるけど、よく、ね、あ、なくねあ一番上ね。<laughs> 逆に分かるか。<laughs> えっと、郵便番号は、まあ、これはちょっと見せれないな。よ、えー、し。から、えっ、ー、と、住所自動入力で。 ここら辺はちょっとすみませんか。あの、モダリックはバーっと入ってると思いますけど、えー、住所とかが入っておりますよと。マーチとかまで入れてね。よし、んまだソースが慣れてない。 で、えー、プライバシーポリシーに同意して、ええー、そこいろいろ出てますよ。はい、ということでね、えー、よいしょ、戻って、あー、1から、1から、ああ <laughs> さあ、プライバシーポリシーに同意して、新規登録をしますよ、と。そうすると、よっこいしょ。 はい、もうログインできましたね。えー、結構簡単にできますね。で、えっ、ー、と、そう,そう、チューブじゃなくて近畿のこの施設、のリノリキね。これを購入してみましょう。ログイン画面になった。うん。あ、入れましたね。で、えー、大人1枚でいいですね。複数が購入した商品を別々に利用することはできません。あ、なるほどね。これちょっと気をつけないといけませんけど、まあまあ、でも、えっ、ー、と、 いわゆる一日だけ使えるじゃないですかね。全期間使えるやつなんで、まあまあまあ問題ないです。クーポンコードがある場合、これでさらに割引ができるみたいですけど、今回はちょっとクーポン持ってないんで、1000、え、円、ー、使ってみましょう。えーと、クレジットカードかな。さあ、入力ができて、クレジットカードと追加ができました。モうサイクルマルケで分かりにくいですかもしれませんけどね。で、えー、選択したやて、 とこれでも決済ができるらしいですけど、まじこんな簡単にできるの、はいえー、支払い金額1000円ということですね。購入してみましょう。できたいやもうこれでできたの早っで、あとは、えー、と使い始めるときに利用を開始するボタンを押せば、えー、もう もう押しといていいか。押してみましょうか。よいしょ。あ一応利用開始すると払い戻しはできなくなりますよということで、えー、開始すると、えー、利用できますということで、まあまあ、もうどうせ使いますんでね、OK 押しときましょう。よいしょ。あこれは利用可能日に、えー、押せるようになるんだ。なるほどな。えー。 じゃあちょっとこれは当日またその画面はお見せするような形でやっていきたいなと思います。とりあえずこれちょっと速報で今週中に早いうちに上げときますので、どうぞまたチェックしていただければと思います。ということでね、この動画これぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。すいません、全く変わらずしなしで申し訳ないですけど、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。